行きますね。うん、何？じゃけんお疲れ様だ。心くん。なに？じゃなくてりゅうちゃん。やっぱりね。あ、はい。一日早いですが。なんでやねん。誕生日おめでとうございます。あの顔。似たりたした？した。いいのわけで。似たついた。めっちゃ可愛いやん。靴やん。もう俺の足のサイズ知ってるん？やばい、袋から袋が出てくるやつ、子供用ラッピングしちゃう。やば、俺今日なんか子供用ラッピングかよ。今日俺なんかめっちゃ高くなってきてんね。何が？着るもの。あ、パンツから。そう、見せんで、見せんで、もう履いとん。もういいか、やめて、やめて、もう在庫の。キモいて。やばい、JK の前で俺パンツ出してるよ。最悪。気持ち悪い、言われたで。やば、やっぱり俺、あれやわ、同じ色ばっかりくれ。こうやって買う人珍しいって言われる。なに？なにこれ？違うや、なんで片方の？ちょっとこうやって買う人珍しいって言われた、言われた。ボンズ、すげえ。一個だけ片方だけ、うん、めっちゃ面白いよ。だから子供用に入ってん。大きめったら、大人やったら大きすぎるからって子供に言うと、バリおもろいや。ちちちち、もう一個もう一個もう一個。これ、これ片方こんないいやつ履いてさ、こんなん初めてですって言われた。それ売ってくれんの？これどういうこと？これどうしたらいいの？俺どうしたらいいの？履いていいの？とりあえず履いたらいい。履いてん？履いる？ちょっと来ない？これ紐どうしたらいいの？出すんじゃない？履いる？え、6半緩めなあかんで、ね。はいはいはい、2人いいやん。とりあえず赤やったら履くかなっていう。履く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 。でこっち赤のクロックセットバレへんか。バレへん。じゃああのあれナイキの分も赤やから。ハッピーバースデーリュウちゃん。片方入ってるやつ。ハッピーバースデーリュウちゃん。もう片方入ってるやつ。何お前ら、お金ぶんぶんこしたやつ。マキナ分からんから。そうやな、そうやな。分かった、俺これあれや、あの N さんみたいにあれやな、あの両サイドであのカラー違うやつや。誰？え、うちのあれやんか、 N さんやんか。誰よ、誰だ。いや違う。これあれさ、白履いとった面白いな。紅白青とかめでたすぎるやろ。色はちょっと期待しそうで、期待しそうで、期待しそうで、期待しそうで。はい、赤やないかい。もうリュウちゃん色よ。あ、分かった、サイズが違うとか。それはただの嫌がらせ。こっち後半みたいな、こうカボカボ言いながらこう。面白いやん、それ。それはただの嫌がらせやって。でん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 。じゃあどう、入った。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。大丈夫？めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。おしゃれってなってんの。ちょっと身長持ってるんちゃう？お姉さんちょっと抜いたかもよ。夜やからな、低くなっとんねん。ほんま？この人夜になったら身長低くなるから。めっちゃいいやん。そう、もともとさ。ほらほらほら、だいぶ持ってる。お前持ってる。靴で。あ、それは私ぐらい。お前バンズ。そして。もういいから。ポールスミス。キモいて。パンチ。じゃじゃ、くれね。かわいいやん、あれ。じゃ、りゅうちゃんが入ったらあかんねん、もう。もう見せんといて。うさぎかわいいな、でも。ネックレス買う。はい。明日は来られへんからね。そう。先に。もともとさ、トレーナーとか買おうと思ってんけどさ、どれ見てもさ、入らへんねん。そうやね。あなた、せめて L サイズまでに落ち、落ちいい。それやで。リアルにいいやつで、俺片方で飾っとくやつかも。普通に。あ、箱もあるからね。いや、サイズがなあかんかったら、箱持っとったらいけんねんって交換。そうそう。
大丈夫だよ、入らないゆうちゃんが入ったから臭くなった臭くなったはい、おめでとうございました。いや、言いたくない。ありがとうございます。おめでとうございます。ました。